ワンピカード情報局。よっしゃ。どうもマカロニステーションの北場です。 Hello。 カードゲームで大事な試合をする前には必ずじゃんけんを練習します。アメリカ人のギャビンです。はい、なるほど。一番練習いらない部分っちゃ部分なんだけど、はい、ただじゃんけん自体が結構大会とかで大事ですね。もうすごい大事だし、はい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 、練習いらないと思うさん、はいはい、めちゃくちゃいります。本当に、はい、それはどういうことですか。あのね、はい、もう動画で2時間ぐらい僕はじゃんけんのコツを見てますよ。あの待ってもらっていいですか、はい、いやあれないんですよそれ。あるんですよ。ない。え、グーチョキパー出すだけじゃん、はい、いや相手の動きとか。あーもう対面だからね。相手の考えてること全部、はい、目とか見ながらダウンロードしてダウンロードする人です、はい、もうだからじゃんけんの時点で試合は始まってる。はい、そう。あもうその通り。だって先攻後攻は必ずデッキによって絶対取りたいとかあるので それはありますもんね、はい。本日のワンピカード情報局はですね、はい、ギャビンの一人称視点でお届けするバトル動画になります。よいしょ。はいはい、これまあいつもとはちょっと違った見せ方というか、まあ、必ず、まあ、結構違う見せ方になると思うんですけど、対戦中にいろんなことを考えて、うんまあ、いろんな選択肢するんじゃないですか。そうですね。いつもだと、うん、その何を考えてプレイしてるんじゃなくて、うん、ただただプレイしてるだけなので、要は盤面の状況に結構フォーカスしてるよね、はい、いつもは。だから今回はちょっと違う。そうですね、やっぱ手札見せて、その手札の中で何を考えて何を出すかみたいなところをちょっと皆さんに見せたらなと思います。なるほどね。だ今回はギャビンの手札の状況をちょっと視聴者の方にお見せしながら、はいまあ、どういう駆け引きを実際にしているのかっていうのをちょっとフォーカスして、ねはいプレイしてその説明をしてっていう対戦の動画になります。はい、はい、今回ですね、ギャビン君が使うデッキがこちらです。はい、なるほど。青イワンコフデッキという。そうなんですよ。はあ、青が好きだもんね。まず、はい、そもそも好きだ、まあ、そもそも僕はあの前の環境でずっとドフラミンゴを使ってて、ね、今回もイワンコフがすごいハマってたんですけ ど、なるほど。これじゃあ今回簡単にどういったデッキなのかっていうのを説明してもらって、まあ、そうですね、まあはいはい、イワンコフのまあリーダー効果で、はいはい、結構あのゼロになると、まあ、自分の手札がゼロになると2枚引けるっていう、うん、ね、そうですね、はい、あの効果ありますよ。そうだからリソースがはいはい、結構もう他のデッキに比べると、うん、もうなくならないっていう、うん、ところがめっちゃ強くて。そうだよね、はい、もうそのリソースで勝つっていう感じのデッキです。手札ゼロになる可能性がほぼないというか。そうです。あこれはもうこれだけでちょっと強そうに聞こえますけど、はい、で、まあ今回は特にイワンコフはずっと選択肢がある。あー、はい、なるほどね。はいはいはい、まあその、はい、何をプレイするだけじゃなくて、はい、何を捨てるとか、はいはい、何を、はい、まあそのドローしていいのか、はい、それともまんまの手札欲しいのか、はい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 、もう選択肢が他のデッキよりも結構多いと思うので、はい、まあ結構皆さんは気になるあのプレイのやり方気になると思うので、やりたかったなと思いました。まさに今回の一人称バトルにふさわしいデッキといいますか、はい、これちょっと楽しみですね。いやこれではね、私が使うデッキも、はい、ありましてですね、これはこちらでございます。なるほどね。まあまあまあ前回のバトル動画でもう 一番の理由は前回のバトル動画で初めて勝ったデッキだからっていうのは、はい、ありますよ。ただそうですね、そうそう、リーダーは一緒なんですけど、はい、ちょっとカード変えたりとかしてますんで、なるほどね。まあ、なんていうんですかね、一番自信がある状態というか今自分が、あ、まあそうね、自分がだから今回ギャビン君その一人称バトルってことで、うん、もう結構ガチで戦略練ってもう巧みなプレイングが炸裂するんで、はい、僕もちょっとそれに負けないようになんとか食らいついていこうじゃないかというデッキでございます。まあ、結構面白い試合になると思うの で、はい、というわけでですね、このデッキを使ってもう2人で対戦をしてきましたので、うん、はい、そちらの映像をちょっと見ながらギャビン先生に解説をしていただきたいと思いますので、はい、お願いします。はい、さあ、ということで、うん、実際にバトルした動画を今、はい、我々が後からちょっと解説していく、はい、ということなんですけど、結構斬新な映像ですね。そうですね、後付けでどんどん解説していく、うん、新しいやり方で、試しでやってみようかなと。はい、それではまずじゃんけんのシーンからです。いっていきましょう。はい、じゃんけん大事ですからね。じゃんけん大事です、まあちょっとね、うん、やっぱ僕は練習してるんでじゃんけんを、うんうんうん、ここで勝ちたいと思います。はい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 、はいはい、負けました、ね、じゃんけん弱いんですね、ギャビン。弱いんだよ。弱いですよ、ね、だから練習してんの。これちなみに青のデッキはこれを先行取りたい、はい、あ、そうですよ、ね、あ、そうなんですね。
まあ、もちろんその赤青対面だとやっぱ先行取りたい、まあ、どっちも先行が有利なデッキなので、そう、ね、僕も 1,3,5,7,9 の奇数でテンポ取りたいんで、はい、基本的に先行ですね、はいはい、あでギャビン君のこれ手札が見えます。はいはいはい、はい、まず1回目 の、はい、あの引き直しするかどうかというところで、うん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 、まあ単純に見たいカードが、うん、バギーとイワンコフとドフィーです、うん、ドフラミンゴ、うんうんうん、でまあそのやっぱり7ドンの時に、うんうんうん、イワンコフ出したい。なるほどね、はい、はいはいはい、もうかなりそれが強い前提で、はい、まあこのデッキを使ってるので、はいはいはい、はい、それをいかに引ける可能性が高いかどうか、はいはいはい、でまあここでは一応ドフラミンゴはあるんですけど、はい、その4ターン目にあんま強い動きできない、あ4ターン目っていうか4コストのターンにあんま強い動きできない、はいはいはい、なるほどね、これだとそう今のままだと、はい、まあ、最初何もしない、はい、その次のターン、はい、ドフラミンゴを出して殴ることしかできないので選択肢少ないし、はいはいはい、イワンコフまだ見えてないので、はいはいはい、まあ引き直しでいいかなっていう感想でした。これすごいなんですか、ね、理屈がスッと入ってきましたね、はい、こういうふうに考えるわけです ね、 そうですね、このデッキを使うときには、まあ、要は自分の出したいカードとか何ターン目にこれが来てほしいなっていうのから逆算して引き直しするかどうか決めてると。そうですね、あいいですね。で私先行1ターン目で、はい、で何が出すでしょうか。あ終わってますね。でライフを取りました、はい、そうですね、なるほどなるほど、そうですね、でこの取ってきますからね、どんどんでまあどん2枚引いていくんですけど、はいはい、この段階でもうすでにめちゃくちゃ迷います、はい、はい、どこで迷いますか。そのアルビラを出すかどうかっていう。ああなるほど、はい、はい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 、でまあ結果的にアルビラを出すことになるんですけど、はい、アルビラじゃなくてもローでも出してよくて、うん、ただあの会心を誘いたかった、はい、はい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 、その結局ブロッカーがもうめっちゃ並んで、はい、耐えたら最後に白ひげ1回通せばいいっていうことになるんじゃないですか、はいはいはい、もう毎回ライフ引いてくるんで、なのでどっちかっていうとその場面整理できたらプラスで、会心をあのブロッカーのローとかじゃなくてアルビラに使ったらもう勝ちだっていう。なるほど、はい、俺はさあそれで言うと僕はアルビラこのターン出すじゃないですか、はい、で、あ、会心来ないかなと思ってました。ってことはもう術中にハマってますね、うん、これは。そういうことですね。でもそうだよね、ギャビンからしたらローとかブロッカーに使われる方が嫌だもんね。そうです。あそのブロッカーを毎回ブロックしたい、うん、そのまあ単純の、はい、言ってることなんですけど、わ、はい、かりますよ、その何かで破壊されるんじゃなくて、はいはいはい、ブロックで破壊したい、処理したいから、はい、なるほど、それがまあちょっと狙いで、はい、まあじゃあアルビラ出すかっていう、はいはいはい、ところですね。なるほどですね。で今アタックしましたね、ニュース、はい、でもここはそのブロッカー2枚来てもいいけどその手札減らすために、でもやっぱりまあ1枚とりあえずブロッカー2体いるからめくっといていいかなっていうところです、ね、うん、なるほどね、はいはい、でめくって何が来たか、あバギーが来た、はい、これいいわけですね。そうです、ギャビンからしたら全然このバギーは OK と、全然もういいバギーです、はい、いいバギー。でそれで私のターンです、はい、コスト3つあります。でゾロ出すかな、はい、そうですね、ここなんと私はゾロ出します、ね、はいはい、ゾロ出して攻撃して、はい、でこの中で、はい、あのまあ、バギーを切るんですけど、はいはいはい、そのなぜバギーを選ぶかっていうと、はいはいはい、白ひげからはできるだけ序盤にライフ上げたくない、はい、なるほどね、安い時にもうできるだけカウンター切りたいので、で最後にまあそのまあ、モービーリック号とか出して、はい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 、それでブロッカーで、はいはいはい、まあ、できたらなっていう考えで、はいはいはい、そう考えると、はい、ブロッカーを切るよりは、はい、バギーが一番切りやすくて、はいはいはい、でイワンコフも持ってるから、はいはいはい、探さないといけないものがないというところで、はい、結局バギーを切る。なるほどね。でここ、まあ、2ロン超えて、はい、で今4コストですね、はいはい、まあ、今考えてるのが、うん、このゾロを絶対に残しちゃいけない。なるほどね、はい、そうですよね。だからどうそれを動かしたいかっていうところで迷ってる感じです。いろいろ選択肢ある中で、はい、まず情報を得りたいから、はい、イワンコフでアタックする。なるほどね、
相手の出方を見ると、はい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 、でこれはどっちかというとこれで通したらドフラミンゴを出せる、はいはいはい、でこれで通さなかったら、はい、ドンつけて考えないといけない、はいはいはい、っていうところです。なるほどでございます。でまあ、このやり方に決めたのが、はい、あんま残さないっていう気持ちで見てるので、はいはいはい、その3000以下のキャラクター、だからそういうキャラクターはいい、もう残せてる最中にできるだけ活躍させたい、はい、なるほどね、もう残んなくてもいいやっていう考え方。そう、もうどうせなくなるから、はいはいはい、なくなる前に有効に使いたい。なるほどね。で結局私ロビンでカウンター切りました、はい、で、はい、これ結構情報入ります、はいはいはい、あ、ロビンあるし、はい、1000カウンターまだあるんだっていう、はいはいはい、2000カウンターじゃなかったから、はいはいはい、まあ、まあまあいい手札残ってなぐらいかなという考えになります。なるほどね。だからこれ情報あんまなかったから、はいはい、もう安定な動きをする。なるほど。おでここで、アルビダに3つドンをつけて、はい、そうです、はい、アタックしますね。でルフィを捨てます。はい、でまあゾロ手札に戻りまして、はい、で1ドン余ってますよね。はい、はい、でまあ6000でアタックしてるのでまた何かの情報を得るかなっていう、はいはいはい、でもちろんライフいたらライフいたで、はい、まあ嬉しいっちゃ嬉しいんですけど、はい、どっちかっていうとカウンターで何を捨てるかを見たい。でお玉捨てました。で、はい、ああなるほど、手札に2000カウンターしかないっていう情報を今得た。なるほどね。そうなんですよ、僕もこれ出したくないんだけどライフ守りたいから出さざるを得なくて、はい、これで確かに1000カウンターがないっていうのは分かっちゃいましたね。そう、はい、でこれで結構手札の内容が一気に分かる、はいはい、分かる。なるほど。そう、要は2000カウンターもしくはカウンターなしの、そう、ゾロだったりルフィだったり、そう、シャンクスだったりエースだったりがあるんじゃねえかと。そうです、はい。で、まあ、私のターンですね。で、はい、あ、来ましたね、ミホーク引いてます。で、これで6になりますね、はい、で、ここは、うん、その迷いますね、はいはいはい、ドフラミンゴを出すか、はいはいはい、4コースのどっちかを出すかっていう、はい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 、単純なところで、まあ、ミホークも出してもいいけど、うん、ミホークは2000カウンターとして残したいっていう気持ちで、うん、はいはいはい、ドフラミンゴを出して、はい、イワンコフで、まあ、そのルフィとかを上に持ってこれないかなっていう、そういうことでね、ことで考えて、でもどんどん付け方分かってるから先に殴る、はい、なるほど、やっぱ情報は上げたくないんです、はいはいはい、で8000で殴りましたね。今で8000でゾロに殴る、はい、でライフはもう自然と白ひげはもうめくってくるので、うん、そうだね、そんなとりあえずキャラを優先的に殴りたい、整理していくってことだね、はい、そうなんだよな。場面を勝てばいずれ勝つっていう、うん、そこの弱点はありますよね。で5枚を見てて多分出すんですよね、うんうん、でこの5枚ね、はい、これは、まあ、はいはい、ミホーク、ロー、ロー、ミホーク、バギー、9コースミホーク、バギー、バギー、そう、はい、でまあ、今6ドンのターンだから次は8ドンで、まあ次のターンで絶対イワンコフを出す、絶対出すと、はい、絶対出す、はい、でバギーを前に持ってきてもいいんですけど、はいはいはい、バギーを前に持ってくると、はい、1枚しか見れない、あーでロー2体を下に送らないといけなくなる、うん、でそれが結構迷うところで、はいはいはい、まあ、とりあえずローを前に持ってくるのが、はいはいはい、まあ、その次のターン出すと思うから、うんうん、それは絶対あって、でそこからは、まあ、ちょっと迷ってて、うん、結局多分ロー、バギー、ロー、ミホーク、ミホークの順番になるかな、はい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 、で、まあ、終わりですね、はい、
でこのターンの動きはほぼ前のターンで決まってるから、はい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 、僕も多分これで結構さっさと行くと思います、はいはい、ここでローを出しますと、はいはい、で7度余ってるんで、で1コップを出します。もうだこのままもう動きは決まってると前のターンから。はいはいはい、であとは、もう終了なんですよね、はい、これで1コップの、効果でカード引いて、はい、でこれね一瞬ねバギー出そうかなって迷いました。ああなるほどね、はい、ちなみにどういう迷いですかそれは。そのバギーで違うカードを持ってきて、はいはいはい、その残りの3つを下に送る余裕があるかなっていう迷いでした、うんうんうん、でも結果稲妻出して、あそのまあ稲妻の方が単純に強い動きなので、うん、稲妻とりあえず出しておいて。そうだこれ嫌だったな。最終的にずっとこの稲妻を意識させられましたね、はい、僕は、はい、でこのターンはで出たこれですね。これです問題のシーンです。ああそう、これはどういうことかっていうと、リーダー5000でギャビンがリーダー6000の白ひげにアタックしてるんですよ、はい、でここで普通だったらいやいやいや僕6000なんで何やってんすかで終わりなんだけど、はい、ここでもう結構緊張感も相まって、はい、このバトルのこの北場が結構、ま、悩んでます。カウンター切るかどうか、はい、こうアタック通ってないのに。そうですよね。でこれ結構ギャビン的なポイントがあって、要はまあ意地悪っちゃ意地悪だけど、ここでもしカウンター間違えて切っちゃったらこれ戻せないんですよね。そうです、はい、だからこれはテクニックです。そういう、はい、そういうの気づきまして、はい、で私のターンに移りました。はい、でイワンコフ側のギャビンのターンですね、はい、はいはいはい、でここでミホークを引きます。でここはねめちゃくちゃ迷います。はいはい、何で迷いますか。行っちゃおうかなと思った。あもうここで。そう俺もねここで来られかなって思ったよ来られかなって思った俺もここで。でも、うん、そのカウンターの切り方がそこまで見えてなくて、うんうんうん、でそのビスタとマルコが手札に入ってて1000カウンター絶対ある、うん、で2000カウンターは切ってたけど、うん、まだカウンターはありそうかなと思って、ね、うん、でもとりあえず2000で何が出るかなっていう、はいはいはい、とりあえずだからホワイティーベイを今アタックしてますけど、はい、ここでカウンターの切り方とかちょっとジャブですよね。ジャブです。でこれ受けます。はい、はい、受けました。ここ で全振りしなくていいやっていう、はいはい、全振りしなくても、はい、僕は勝てるんじゃないかっていう予測をしてて、ここでめっちゃ計算してたんですよ、うん、10論で僕は負け筋が何ですかっていう、はいはいはい、例えば、はい、エースゾロ出されたら僕は負けるか。なるほどね。でエースゾロ出されたら、はい、僕は負けない。はいはいはい、ブロッカーがいるから、はいはいはい、じゃあエースゾロは大丈夫だけど、はい、じゃあルフィも大丈夫、はいはい、まあ速攻2つだと大丈夫、はいはいはい、でゾロゾロゾロ会心だったら負けるわ。なるほどね。ブロッカーがなくなる、うん、とかそんなことないですけどね基本的に、うん、でもそこまで考えてたのね。そうもしゾロゾロゾロ会心北場出せるんだとしたらこれやばいぞと。ずっと計算しててその
もう 100% 勝てると思うから、はい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 、その、はい、負ける場合はどうやって負けるかっていう、はいはいはい、ところだけ考えてて、はいはいはい、でこのエースがなかったら、はいはい、もう負け筋が多分2体速攻出して、はい、でもうそれでも多分2000カウンター1枚あれば大丈夫、うんはいはい、っていうことで、はい、そんな2000カウンターまだ使ってないし、はい、とりあえず1回除く、はいはい、1回エース取り除こうと。そうだからエースに攻撃する、はいはいはい、でこれでカウンター切るかどうかを見る、はいはいはい、イワンコフでエースを。そうです、ってことですね、ドンつけて、はい、もうミーホークを出すつもりなんで、はいはい、今もうミーホーク体制入ってますね。そうこれはどっちかというと、はい、カウンター切ってくれて、はいはいはい、それでミーホーク出す、はいはいはい、でエースを下に戻して嫌がらせをする。だどの道これもうエース守ったとしても、うん、絶対にエースは覗けてたってことですね。そう、はい、そうなんですよ。でこれ結局受けます。そうですね、はい、で、はい、ここであれいけんちゃうって思っちゃった。思っちゃうとね、もう一回思っちゃう、はいはいはい、つけたらいけるんじゃないと思っちゃう、はいはいはい、いやでもその通りなんですよ。実はここでもうつけたらいけてたんだけど、で1回6000で投げた、はい、でロビンを切る、はい、でロビンまだ残ってるってことはめっちゃ手ぶら弱いじゃんと思ってて、はい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 、だから出しちゃう。でこれだと稲妻が7000になります。そうですよね、7000の壁を作ったと、はい、とりあえずです。まあ、だから絶対に負けないって動きをしてますね。そう、この辺から結構もう負けっぽいなって思ってるけど、どうにかして切り抜けたいなって感じです僕は。はい、はい、で一応2ドンはそのイワンコブにつけてないのが、そのもしかして全振りして攻撃するっていう選択肢があったから、うん、稲妻で、うんうんうん、ただその稲妻で攻撃してもワンチャン負けることあるからやめとこうと思ってた。でマルコは先のテーブルに加えたから、うん、ミーホークでマルコを下に送るのがすごい強いかなと思ってて、うん、だからあえてそのエースをリーダーとか、うん、まあ、そのキャラで最初に取ろうとしてます、うん、そうですね。そうなんだよね、マルコを出してそれをこっちからしたらその戻されると思ってないから。そうですよね、それが厳しかったですね。そのだったら先にもうミーホーク出せばよかったっていうことになっちゃうから、うんうん、でもマルコあると思うからそれを下に戻したらもう顔を守れなくなるからっていうことで、うん、そうミーホークで下に送ります、はい、戻ります。これ嫌でしたね、はいはいはい、でそのジェットピーとかも使っちゃったから、はいはいはい、あの稲妻は攻撃しても大丈夫かなっていうことになります、うん、はいはいはい、そのローを出したらだから7000で顔を殴って、でそれで絶対カウンターないといけない2000カウンターないといけなくて、うん、でそれはあったとしたら、うん、手ぶら的に多分2枚になったので、うん、2枚でそのトップが非常に強くない、うん、いやだからトップが何であっても、うん、ローを倒せない、うん、ラオを通してリーダーをいけないので、うん、その速攻速攻リーダー会心全部揃わないといけなくて、うん、で今はカウンターするとそれができないからっていう計算で稲妻攻撃していいと思った。なるほどね、そのどっちかになるっていう、うん、で結果デュースで受けます。でなるほど、はい、じゃあローを出して、はい、でリーダーで、まあ、カウンターを引きに行こうっていう。
で結果ここで何が入ったかっていうと、ね、ミーホークとミーホークです。ああ、じゃあ結局2000カウンターに入って、でこれだともう 100% 何が来てもサイドが何であっても負けない状況になっちゃう。そういうことですね。だから僕からするとここでルフィ引くんですよ。だからなんかこうもう一個の噛み合いがなかったな。そうですね、もう一枚が必要になるから。そうあのローもいやらしくてね。そうです、そうです。あ、だってあれローなかったらさ、ローなくてカウンターなかったらここで勝ってる可能性あるもんね。ローがなかったら稲妻で攻撃しない、はい、なるほどね。ローがあったから攻撃で一回試しに行ってもいいっていうことになります、うん。ここからもう私ちょっと無理だなと思ってるんで、せめてライフキャブローっていうムーブに入ります。ここからそうですよね、はい、もうなぜかというと守りに入れないで、もう手札的に、うん、はい、ブロッカーがいないですから、そんなにあのニューゲートデッキには、はい、でまあジョーズとかいたんですけど、はい、でもジョーズもね2体あったとしても結局そうなんですよ、攻めきれないということなので。ジョズとかだから手札にいるよりはもう出してあげようと、アタックさせてあげようっていう、はい、そういう感じですね。だからその辺はもうだからあの負けが決まった甲子園球児みたいな。そうですね、最後代打で出してあげようみたいな。代打ジョズです。はい、ここは、はい、代打ルフィ、代打ジョズですね。で私のターン終わって、まあ手札があんまないので、はい、でライフがゼロなので、はい、でブロックないからもう全プリで攻撃して勝ちます。なるほどね、はい。いやだからこれ結局もうギャビンは一貫して、なんか僕が今話聞いてと思ったのが、の勝ちに行くというよりは 100% 負けないための動きをしているというか、あ、その、100% 負けないことができなかったら、全振り全然しますよ、はい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 、その勝率に当たって、はいはいはい、もうこのターンで勝つか、はいはい、次のターンで勝つか、はいはいはい、どっちも勝てるとしたら、じゃあこのターンで勝てなかったら 100% 負ける、はい、次のターンまで待ったら1割負けるという、はいはいはい、そういうことを考える。なるほどね。一番勝率いい動きを毎回する。はい、ということで、はい、もう対戦が終わりましたけれども、いや改めてギャビンさんいかがでしたか。結構面白かった、まあ、試合になったと思うんですけど、僕がその試合に至る時の、まあ、思考をちょっと簡単に説明したいかなと思います。わかりました、はい、それではですね、ギャビン先生のバトルの序盤、はい、中盤、終盤のそれぞれポイントで、ね、分けてもらいましたので、はい、それじゃあまず序盤からポイント1、はい、まずはね、自分の勝利条件は何だったかを考える。なるほど、はい、今回のイワンコフだったら、リソースをもうめちゃくちゃ余って耐え切る、はい、それがこれが一つ目です、はい。ポイント2、相手の勝利条件は何なのか。なるほど、はい、自分ではなくて相手の。そう、まあ、自分のやりたいことは、多分自分がよくやってるので多分分かってると思うんですけど、相手は何をやりたいか、でこれはもうそのリードを見た瞬間に、自分がシャッフルしている時に考えると。あ、なるほどね、はい、もうこの時から棒じゃないですよ、この無心じゃダメですね。そう、もうこの準備してる時間がもう試合がもう始まってますよ。なるほど、シミュレーションしてこれ出しろ、これこれ出しろ、これとかシミュレーションしていいと。あ、これいいですね、はい、これが2つ目です。ポイント3、はい、その自分のやりたいこと、相手のやりたいことを考えた上で、自分の欲しいカードを決める。あ、なるほど、はい、手札に何ターン目にこれが来て、はい、何ターン目にこれが来たらいいかっていうのを引きに行くと、はい、そのために引き直しもありますから。そうです、はいはいはい、まあ、もちろんデッキによって絶対引き直しっていうのは、例えばイワンコップだったら絶対イワンコップが欲しい、7コスのね、はい、ただ例えば7コスのイワンコップなかったけど、はい、他全部ブロッカーだったら、はいはいはい、速攻のデッキに関してはそれでもいいかもしれない、なるほど、はい、まあ、そこはケースバイケースで使い分けてって、これが今の3つが序盤のポイントでございます。そうです。それではじゃあ中盤お願いします、はいはい、ポイント1、はい、自分が攻めてる側か、受けてる側かを考える。おー、なるほど、はい、なるほど、まあ、いわゆる自分がうまくいってるか、うまくいってないか、まあ、その例えば赤ゾロとかだったら、もう自分が基本的に受け手になるんですけど、まあ、その自分が攻めてる側か受け手になってるかで、その何をやるべきかは結構変わってくる。その自分のテンポを取り戻さないといけない、
場面を取り戻さないといけないとか、うん、あもうそのガンガン攻めていいとか、うん、というのはやっぱその受けてるかどうかだけで、うん、まあ、結構ある程度決まってくると思います。あなるほどね、何が欲しいか何をやるべきなのか、うんうんうん、その例えば自分が攻めてるんだったら、はい、相手がいっぱいものがあっても、うん、もう攻めるべきじゃん。自分が受け手だった場合は、うん、同じ並びだとしても、うん、もう片付けないといけない。でこれはまあ次のポイントにつながりますけど、はいはいはい、ポイント2、はい、ライフを狙うべきなのか、うん、場面を狙うべきなのか。あそれでかいですよね、はい、例えば今回僕ニューゲートでしたから、はい、おのずとライフが毎ターン削られてくるんですか、はい、だからそれでいうとライフ優先ではなくて盤面整理した方がいいとか。そうですね、あもうむしろその自分がライフが消えてくるから、はいはいはい、ライフを狙わないと、はいはいはい、もう何もできない、はいはいはい、で逆にイワンコフは、はいはいはい、そのもう白ひげは勝手に消えてくるんじゃないですか、はい、消えてきますねライフ勝手に。だから別にライフを狙わなくても、はい、場面で守れば、はい、最後になんとかなる。なるほどね、はい、そういう、まあ、場面かライフをちゃんと決めないといけない、はいはいはい、でそれも結構攻めてる側は、はい、基本的にライフだけど、はい、絶対的ではないし、そうですね、受けてる側も基本的に場面だけど、うん、絶対的ではない、うん、というところ。これが2つ目、はいはい、ポイント3、はい、いかに自分のドンを有効的に使う、うん、なるほどなるほど。でもこれは上級者だったら、うん、ドンじゃなくてリソースに変えます。はい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 、はい、そのドンの付け方とかで、はい、まあ、そのもちろん綺麗に自分のドンを全部使い切るのは大事です、うん、6コースがあれば、うん、6コースをちゃんと使いたい、うん、ですけど上級者になると、うん、ドンだけじゃなくて、うん、自分の手札、うん、カード1枚1枚有効に使える、うんうんうん、まあ、そして情報、うんうん、相手にできるだけ情報を与えないで場面を進んでいく、うん、そういうところを考え始めると、うん、一気に上手くなると思います。なるほどね、だから上級者とかだとあえてドン2つ余らしてちょっとカウンター出せます設定やったりとか、ね、あるかもしれないですよとか、まあ、ありますよね、はい、あこれも含めて有効に使うかどうかっていうのを考えて。そうです、これが中盤です、はい、じゃあ終盤どうなっていけばいいでしょうか、はい、これも3つにまとめてくれました、はい、ポイント1、はい、このターンで自分は勝てるかどうか。あここを考えると、はい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 、まあ、その 100% じゃなくてもその勝率をちょっと考えればいいかなと思います、うん、8割9割ぐらいだったらもう行っていい、行っていいかもしれないし、それがちょっと曖昧だったら次のポイントにつながります、はい、なるほど、これが今の1つ目で、はい、2つ目ポイント2、はい、相手は次のターン勝てるかどうか。あ相手が逆に締めに来る可能性もありますからね。もう次のターン相手のターンになるから、はい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 、そのターンで自分の手札と盤面的には相手がそのまま勝てるか、うん、例えばブロッカーがゼロ、はい、自分の手にカウンターがゼロ、うんうん、じゃあこのターンいかないと。なるほど、ね、逆に自分の手札的にめちゃくちゃ、はい、もうカウンターめちゃくちゃ多い、はいはいはい、ブロッカーもたくさんある、はいはいはい、じゃあ勝率がこのターンで勝てなくてももう一ターンいけるか、はい、というところを考えないといけない。ポイント3、はい、次の自分のターン自分がどうしたら勝てる、はいはい、それを考えると、はい、もうワンターンもらったらどうやって確実に締めれる、うん、単純にこの順番を繰り返すので、うんうんうん、その次のこの順番を繰り返すときには絶対勝てる条件になりたいので、うん、それを単純に考える。自分が攻めてやっぱ勝てなく寸前で止まるっていうのを繰り返してるとあっちに流れがいっちゃう可能性があるもんね、はい、一番良くないのが、はいはいはい、行こうとして行けなかった、はい、これ危ないですよね。そう実際の喧嘩とかそうですけどこうガラ空きだぜっていうね。そうそうそう、わかりますわかります、はいはい、例えばその、まあ、手札が相手が少ないから、はいはいはい、いやーこれいけるわっつって、はい、勝手に思って、はい、もう何も出さないで、はいはい、どんだけめっちゃつけて、はいはい、相手が耐えちゃった、はいはい、で自分がライフゼロだから、はい、そのままやり返しちゃった、はいはいはい、でその自分の手札いっぱいブロッカーあったから、はい、実はいけたのにとか、うん、その勝率の可能性を考えるべき、はい、というところです。はい、ということでですね、うん、序盤中盤終盤と、ポイント3つずつ、はい、合計9個、まとめてくれましたので、はい、ビン先生が、まあ、ちょっとこう初心者の方とか、はい、なかなかこう全部意識するのはちょっと難しいかもしれないですけど、ね、はい、なんとなくぼんやり意識しつつあの実際にバトルしてみて、まあ、そうですね、まあ、すごい簡単にもう、うん、ワントーンで回ると、うん、あの相手を何をするか、うん、自分が何をしたいかを、うん、
考えればこうなっちゃう、うん、なるほどね、というところ、はいはいはい、でこれなんか練習方法とかで言うと、はい、これなんか上手くなるコツといいますか、そうです、ね、バトルしててなんか工夫とかありますか。まあここでも、はい、まあ、その自分の手札を見ながら繰り返すのが、うん、まあ、繋がるところなんですけど、はいはいはい、そのめっちゃやってる友達と、はいはい、手札を見せながらやる、あ、はい、お互いの手札を公開してバトルする、はい、そうすることによって自分だったら相手の考えてることを整理しながらバトルするから上達につながるんじゃないかと。その実際に、まあ、それ1回やるとそんな効果ないと思うんですけど、それを10回とかやったら、うんうんうん、もう自分がこういう場面で相手が、うん、あ、だいたいこういう手札なんだ、うん、こういうことをやろうとしてるんだ、うん、こういう動きで守ろうとするんだ、うん、っていうその手札がその見えない状況に戻っても、うん、ちょっと見えちゃうんですよ。あ、なるほどね。もしかしたら上達の近道かもしれないので、はい、あのぜひもしよかったら参考にしてやってみてください。さあここからはワンピカードの激アツ情報です。よっしゃ。ブースターパック第2弾頂上決戦は絶賛発売中です、うん、1パック税込み198円でお買い求めできますので購入してデッキを強化していきましょう。チェックイット。そしてワンピースカードゲームのイベントに関する情報です。お、12月29日にワンピカード大交流会小学生以下限定イベントを実施いたします。おお、場所はバンダイ本社となっており交流会形式の対戦イベントとなっております。対象年齢は小学生以下の方となっております。応募方法については公式ホームページをチェックしてみてください。最後にこの動画が良かったと思った人はいいねボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それじゃあ次回もお楽しみに。